はい、どうも矢沢です。今回は東京オートサロンの取材準備風景をご覧いただきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。私はここにおります。はい。で、今回の東京オートサロンに持っていく主だった機材はこのようになっております。で、皆さんにご覧いただきやすいように並べているというところもあるんですが、こうやって並べる行為自体はですね、特別なことではなくて、私普段ですね、大きな現場であるとか、今回のように細かい機材をたくさん持っていかなければいけないような現場の時は、こうやって一回並べてですね、写真撮っちゃうんですね。はい、そうすると、次回以降ですね、何かしら似たような取材があった時にその写真を見返すことによって前回持っていった機材が、すぐに一目瞭然で分かると。で、その中で持っていくもの持っていかないもの取捨選択すればいいだけになるので、非常に効率的になります。さらにテキストで一覧表なんかも作っておけばそれとね、すり合わせることによってで、忘れ物を防げたりもしますので、そういったやり方っていうことがいいんじゃないかと思いますので、これはもう仕事じゃなくて趣味の方もね、忘れ物予防には非常に役立つやり方だと思いますので、もう一回並べて写真撮っておく、リスト表を作っておくっていうことは結構おすすめでございます。で、普段ですけれど、私これ並べる前にですね、一回もう組み立てて動作確認もしちゃってます。今回はそのシーンはお見せしませんけれども、ここからスタートさせていただいて、この後皆さんにご説明した後にパッキングするというところまで流れでお見せしていきたいと思います。で、一つですね、大事なこととしてお断りしておかなければいけないのは、あくまで今回持っていく機材は取材用の機材です。はい、なので一般の方が真似をするとですね、だいぶ貧縮というか機材が大掛かりになっているので、動き回れないですし周りの迷惑になりますし、あとはもうこれも3人がかりなんですね。はい、なので役に立つ部分立たない部分ということはちょっと取捨選択皆さんでしていただいて、参考になる部分だけしていただければという感じですね。はい、でその動画を見ていただいた後にですね、いろいろ疑問点が湧いてくるかもしれないです。はい、ただですね、申し訳ないんですが、この動画を公開した後から、取材当日、さらに取材が終わった数日間っていうのは、私1年で一番忙しいと言っても過言ではない数日間を過ごすことになるので、コメント欄ですね、空き時間とか移動時間とか随時拝見することはできるんですけれども、個別に質問をいただいてもちょっと返答している時間もエネルギーもないので、ちょっとご質問はご勘弁いただきたいなというふうに思います。そこだけちょっとご了承いただいた上で、お聞きいただければと思います。はい、じゃあ具体的に、ご説明してまいりますが、まずはスチールからいきましょうか。で、スチールは私が担当します。で、メイン機は、ニコン Z9 ですね。それに2470の標準ズームレンズで、私は基本的に女の子をただ読み飛べてカシャカシャと撮っていくんじゃなくって、もうどのブースに対してもですね、全てその窓口広報担当の方を通して全て名刺を切った上で媒体説明をした上で取材をするようにしています。プロの方でも、プレスデーなんでそういった時にはもう女の子に軽く声かけて、ちょっといいですかってパシパシとで撮って、上げてる人もいるんですけれど、私はそういうことをやると後々ですね、トラブルになりかねないのと、あとは次につながらないんですよね。ちゃんと広報さん通しておくと、翌年お世話になるときに、昨年お世話になりましたっていう挨拶から進められるので、これかなり大きいんですよ。急がば回れなんですよね。そうやって人脈っていうことも作っていくことも重要だと思っているので、私は全て広報を通して全て許可を取った上で撮影するというふうにしています。はい、でその上でなんですけど、とはいえですね、やっぱりスペースは限られるという物理的なところは変わらないので、やっぱりズームがいいです。はい、で2470が、うちの場合は最適ですね。一般の方でになってくると、やっぱりモデルさんとの距離っていうのが測れなくなる、自分の思うようではいかなくなってくるのと、あとはステージ撮影なんていうところもステージに当然ですけど上がれませんよね。そうなってくると、2470で足りない場面もあったりするので、24120とか場合によっては2470と70200とか、標準域のレンズと、あとは望遠ズームですね、その辺の2通りあると
いいかなっていうふうには思いますね。はい、まあ、高倍率ズームでもいいんですけど、高倍率ズームはまあ、レンズを変えなくていいというメリットがある一方で、まあ、フォーカスが遅かったりとか画質がちょっと落ちてしまったりというところがあるので、まあ、その辺は皆さんのね、ラインナップに、ご自身の機材の中で選ばれる方がいいんですけども、やはり標準域と、望遠域、あとズーム単焦点よりはズームの方が、いいかなっていうふうには思いますね。はい、で続きまして、私の方に話を戻しまして、ストロボ類ですけれども、今回いろいろ悩んだんですけれども、B10X、あれもバッテリー駆動なんですが、まあ、やはり1日動き回って撮ることを考えまして、まあ、昨年と同様 A1 にすることにしました。で、バッテリーはですね、よいしょ、こういうリチウムイオンバッテリーなので、まあ、炭酸のストロボに比べるとかなりチャージが早くて安定しているというところと、あとは表面に出ているので買いやすいんですね。でこれが2灯です。はい、2灯を使います。でオフカメラで使うんですけれども、1灯はですね、まあ、このスタンドですね、スタンドにクリックオクタ、これオクタのソフトボックスですけれども、それにこれを1灯使います。はい、でもう1灯はですね、よいしょ、これ下から当てる形で起こしですね、フィルライトという形で使うような形になります。なのでメインはこのソフトボックスを使って斜め上からバシッと当ててちょっと強めに当てます。でこっちから下からは床からの腰でちょっと弱めに焚いて影をなるべく消してあげるという、まあ、斜めサンドイッチみたいな感じですね。そういったイメージで使います。でちなみに設定なんですけれども、これプロフォト使ってる方がどれだけいるか分かんないんですけど、はい、で私メインの方は大体このメモリで言うと分かるかな、8ですね、8ぐらいにしております。でこれプロフォトの A1 使っている方は、 A1 だけじゃないんですけど、 B10 とか B10X もそうなんですけど、たまに勘違いしている人がいらっしゃるんですが、これまあ10段階でまあ動くんですね、マックス10です。はい、それでまあこうやって数値が下がっていって、一番下で2なんですけど、これですね、あの LED みたいにこう比例して光量が上がっていくわけではなくて、普通のクリップオンストロボと一緒なんですね、実は。で10の時というのはフル発光なので、普通のクリップオンのストロボで言うとまあ1だと思ってください。でこれが9になると、これ別に10分の9じゃないんですよね、これもう2分の1なんですよ、うん、これ間違ってる人って結構いるんですけど、2分の1になります。で8にするとさらに半分になって4分の1、で7だと8分の1で、6だと16分の1みたいな感じで、要は1段ずつ下がっていくっていう形なんですよね、うん、で自分の体感として8より上に上げてしまうと、ちょっとリサイクルタイムですね、チャージが遅くなってしまって私のリズムについてこなくなるので、うん、基本的にはもうメインのストロボですね、こちらにはもうこのドームディフューザー外しちゃって8で発光するようにしています。で下の方ですけど、こちらは逆にドームディフューザーをつけた状態でこう斜めに起こしてあげて、でこっちはだいたい5か 5.5 ぐらいですかね、まあ、それはその場その場で若干調整するんですけれども、だいたいそのぐらいの割合で、混ぜているという形になりますね。まあ、今回の東京オートサロンで一般の方がね、まあ、これでオフカメラで撮るのはちょっとさすがに貧粛なので、おすすめは当然しませんし、やめた方がいいんですけれども、まあ、一応参考までの資料としてお話をしておきたいと思います。であとですね、今回オレンジフィルター、これ昨年ちょっと忘れちゃって失敗したなと思ったんですけど、オレンジフィルター持っていきます。これ何のために持っていくかっていうと、色かぶりの調整というかですね。で基本的に A1 っていうのは5500Kでだいたいちょうどいいんです、ホワイトバランス的に。ただ、ブースによっては、オレンジの、タングステに近いような色で演出しているところもあるんですね。まあ、具体的に言うと、去年で言うとシーウエストさんなんかはわりかしオレンジの照明を使ってたんですよ。でそのオレンジの環境光の中で 5500K の光を当ててしまうと、モデルさんには、普通の 目に見えたまんまの色で当たりますけれど、後ろ側が全部オレンジになっちゃうわけですよね、うん、でまだそれはまだいい方で、モデルさんに当たっている光に対してストロボ光よりも環境光の方が強かったりすると、今度はモデルさん自体にも色かぶりが生じてくるわけですよ、う
まあ、私は2頭当てているので、まあ、そんなに色かぶりするほど弱くはないんですけれども、おそらく一般の方がクリップオンストロボ1頭でしかも近づけない状態で撮った場合っていうのはまず確実に色かぶりしちゃいます。そういった時に色温度を合わせるという意味でこういうオレンジフィルターっていうものが存在します。でストロボの色を環境光の色に合わせてあげることによって、まあ、当然ですけどホワイトバランスは変えなきゃいけませんけれども、色が混ざるってことがなくなるわけですよね。まあ、これは分かると思いますけれども、そうやって色を統一、なるべく統一させてあげて、ホワイトバランスを調整してあげれば、まあ、目に見えたまま自然な肌色で映る、白は白で映るという形になりますので、まあ、オレンジフィルターはね、これ一般の方、一般来庁される方にもおすすめでございます。はい、ちなみにこのケースはスヌート用のケースなんでオレンジフィルター用ではございません。はい、でこれは1回置いておきまして、はい、でストロボ類の説明はそんな感じでしょうかね。であとバッテリーですね。バッテリーはもうこれリチウムイオンバッテリーでそこそこ持つんですけれども、念のために計6個、なのでまあ1つに対して、3つずつ予備がある形です。はい、というところがストロボとスチルのご説明でございました。あとですね、予備のカメラ、これはもう1個の Z9 です。でズーム私2つ持ってるわけじゃないので、まあ念のために50の単焦点持っていこうと思っています。まあ予備の方がねメインよりもでかくて重たいっていうところもちょっと皮肉なんですけれども、まあ、やっぱり現場で何があるかわからないので一応予備は必ず持っていくようにしております。はい、で続きまして今度動画です。で動画に関してはうちの準レギュラーで最近は天の声として活躍してくれている増田君にお願いしようと思っております。で動画用は α7S3 これでございます。で今レンズがついていない状態なんですけれど、私1635の F2.8 の GM ですね、そのレンズ持ってるんですが、これがですね昨年末ちょっと接点がやられちゃっているのか、もうカメラが認識しない、まあ、すなわちお亡くなりになっちゃった状態でございまして、で正月挟んじゃってたんで修理に出せてなくてですね、まあ、代替機も借りられてないんですね。なので、まあ、今回は増田くんが持ってるZEISSの広角ズームを1個持ってきてもらいまして、で動画ではですね、動画の冒頭で女の子にご自身の名前を言っていただくシーンがあるんですけれども、その時のためにマイクが必要なんですが、私が持っているこの α7S3 用のマイクは一つ前の方になるんですね。それでも全然撮れるっちゃ撮れるんですけど、まあ、たまたま増田くんが最新のやつを持っているのでそれを彼に持ってきてもらいます。なので動画に関してはレンズとマイクは増田くんにちょっと甘えさせていただくという形になります。でここにマイクが見えてると思うんですけど、これは予備で持っていく FX3 と 2470F2.8GM の用のマイクです。はい、で今撮ってるのは FX3 と、まあ、2470なんでお見せできないんですけれども、じゃあそっちでやりゃいいじゃんって思うかもしれないんですけど、どうも増田くんがですね FX3 は操作感がまるで違うので、S3 でやりたいですということを彼が言っているので、まあまあそれで彼がレンズもマイクも持ってきてくれるということなので、まあ、こっちをメインでやっていこうかなと思っております。まあレンズはね、彼が持っているZEISSのレンズが小さいので、まあ、こっちでやる方がいいかなっていうふうには私も思うんで、まあ、現場はね失敗しない方が一番なので、こちらの S3 でやっていきます。で S3 の設定に関してはシャッタースピード50分の1、絞りは F5.6、 この2つはほぼ固定ですね。であとは現場によって ISO 感度を変えていくというやり方です。でまあホワイトバランスが一番問題なんですけど、オートでいければオートでやりたいところですが、多分その場その場でマニュアルで合わせていった方が多分正確だし色も統一できると思うので、まあ、その辺は増田君の判断でマニュアルでやることになると思います。で念のためによいしょ、これが以前ご紹介したこともあるんですけど、ウランジさんから出ているこれ充電式のミニ LED です。でこれ色温度も変えられるんですよね。これがまあ、ね、ストロボと違ってこのバイカラーの LED のいいところなんですけど、これ意外と使えるんです。ちっちゃいけど、でこれを念のために持っていって、もし色かぶりがひどいような時には、あとは逆光とか影がいっぱい出るような時にはこれを使って、まあ、ちょっとカバーしてもらおうかなという感じですかね。はい、でほぼそんな感じなんですよね。であとですね、女の子の名前を聞くにあたりですね、これはうちのチャンネル今時々出てくださっているメディアお仕事の木村さんですね。木村さんも今回も、ご登場いただくんですけど、ホワイトボード
こういうのも一応持っていきます。で、これもね、年々 YouTube やってると賢くなるんですけど、最初の年っていうのは全部ですね、メモってですね、後からテロップ入れたんです、あの動画を作る時に。それをやってるとテロップを100人以上入れるっていう、しかも名前なんで絶対間違えられないじゃないですか。それをやっているのがめちゃくちゃ大変だったんですね。それをやるよりは現場で女の子に結局名前を書いてもらう作業は変わらないので、まあ、ローカルな紙に書いてもらうよりはこうやってホワイトボードに大きく書いてもらって、それをこうやって見せながらですね、どこどこブースの何々ですって喋ってもらえれば、そのままテロップになっちゃうと、まあ、さらに女の子の肉声も聞けてしまうので、まあ一石二鳥という感じで、最近はもうこのホワイトボードなしには取材できないという感じになっています。で、まあマジックもね、この極太のやつが3本あるので、でこれはもう木村さんにお願いするという感じですかね。はい、これとあのこのオフカメラのね、ストロボのちょっとスタンドは木村さんに担当していただくような形で今考えております。はい、で続きまして、あとはですね、この Vlog といいますか、現場レポート用 YouTube 用の機材になってくるんですけれども、まあ GoPro です。はい、 GoPro で、私あのネックマウントですね、首にぶら下げた方が、いちいち取り出さなくて、スイッチ入れればすぐに回ってくれるのと、 GoPro11 っていうのは水平を維持してくれるようになっているので、まあ前はね、首に下げてるとちょっと見えないで、曲がってると曲がったままだったんですけど、 GoPro11 は45度以上曲がらなければ全て水平を保ってくれるので、まあ首にぶら下げておいて、撮りたい時だけスイッチを入れればそのまま水平で撮ってくれるので、今ネックマウントをねちょっと持ってたんですけど、あの年末の整理でどこ行ったか分かんなくなったんで、まあ、予備も必要なんで、まあ、今注文して明日届くことになっています。はい、GoPro を使おうと思っているのと、であとはですね、あのせっかくなんでエクスペリア持ってるんですけど、エクスペリアの1.4 はあの Vlog モニターですね、これも以前ご紹介してるんですけど、Vlog モニターが使えるので、まあ、よりアウトカメラですね、アウトカメラでより画質のいい状態で撮影できるので、この辺も Vlog 用として持っていこうかなと、ね、このグリップっていうところも持っていこうかなと思っております。この辺までは確実に使うところなんですが、今ちょっと迷っているのがですね、あのアトモス、これ忍者 V なんですね。これ年末に買ってよかったものの中の5位に入れてるアトモスと忍者 V なんですけど、これをどうしようかなと思っていて、なんでどうしようかなと思ってるかっていうと、あのうちのレースクイーンの、連載している動画の中でファインダーの中すべて見せますっていうのをやってるんですよ。はい、でそれは普段私がこのスタジオでレースクイーンの子を取り下ろすときに割と落ち着いた状態でやってるんですけれども、まあ、せっかくなのでオートサロンの取材現場もその私がこの Z9 で撮っているそのまさにファインダーを覗いている風景っていうのも、お見せできたら面白いんじゃないか、これやったことないんですけど、それにはですね、このレコーダーにもなるこの忍者 V ですね、忍者 V とさらに言うとこの普段使っているこれは伝送システムなんですけど、これをここにつけてこのこっち側のアトモスに飛ばしてあげると、そうやることによってまあこの私が普段ファインダーの中に覗いているというものを記録できちゃうわけですよ、これに。そうすると私がどんなリズムで撮っているのか、どんな設定で撮っているのか、さらに女の子はどんな風なポージングで切り替えているのかっていうことをそのまんま見せられるわけですよね。でレフ機の頃っていうのはなるべく近くに見せようと思って、このさっき言ったこの GoPro を首にぶら下げて、まあ私のなんていうか目線に近いような形でお見せするなんていうのがせいぜいだったんですけど、ミラーレスになってなったことによってファインダーの中をそのまま録画できるようになったんで、まあ、それもちょっと考えているんですが、まあ結構ですね、これレコーダー付きのモニターになると重たいっていうのと、あとはこのさっきの伝送のアンテナですね、それとあとまあ何よりもバッテリーが重たいっていうところでちょっと悩んでいます。ひょっとしたら、諦めるかも。結局こういうのってバッテリーがめっちゃ重いんですよ。これはまあ全部バッテリー、これアトモスの純正バッテリーですけど、これ2つとか、あとは当然ですけど Z9 のバッテリーとかを持っていかなきゃいけない。でさらにこれはあのアンカーの充電式の大型のバッテリーなんですけど、これはまあまあもろもろですね、何かあった時のためスマホも含めての充電器で、カード類はあ、この前こっちがいいな、これはバッテリー、
ソニーです。ソニーのバッテリーと、あとさっき言ったデンソーの、アンテナと、アトモスの 4K 対応のこのカールケーブルですね。このカールケーブル1本で7000円するんですよ。これを2本持っていきます。で、あとは、そうですね、メモリーカード、スチールの方は、こうやって全部番号打って、こんなにいらないんですけど、一応持ってきます。で、こちらは、ロート JPEG の同時記録というか、バックアップ記録ですね。で、私はもうリレー記録とか JPEG オンリーっていうことは、まあ、連写しない限りはほぼない感じで、一応ローでも押さえておきます。で、しかも今回、実は、4媒体、一人で兼ねていくという、ナショナルクライアント4媒体兼ねていくという、なかなかハードなことになっているので、女の子一人当たりは相当バリエーションを取らなければいけないので、特に、まあ、カード多めになっております。で、今、第1スロットには、650ギガのプログレードのコバルトです。で、2つ目のスロットには同じくプログレードのコバルト325ですね。私325が4枚あるので、まあ基本的に650大きな容量のものをバックアップ一発でできるようにメインの方に置いて、あとは、随時入れ替えていくという感じになっております。まあそんなに交換しなくてもいいぐらいの枚数にはなると思うんですけど、これ650って相当入るんで、せいぜい325の方を1回変えるぐらいで済むと思っているんですが、そういうふうにしております。で、あとこの S3 の方ですね。 S3 の方はまあすでに入れてるんですけれども、 CF エクスプレスタイプ A の160ギガです。はい。で、これをまあ 4K60p で私普段撮っているんですけれど、これでだいたい2時間弱ぐらいは撮れるんですよね。で、足りるとは思うんですけど、まあこのカメラ普通にコンパニオンの女の子だけではなくって、私のその Vlog というか後々ちょっとメイキング動画なんかも撮ろうと思っているので、それら辺も含めていくと、まあこれだけだと心もとないので、同じく 160GB ソニーのタフ2枚と、あと同じくプログレードの、162枚ですね。計これだけ持っていくようになっております。もうこのカードだけで多分カメラ1台ぐらい買えるような金額になってるんですけど、そのような、ラインナップになっておりますね。はい。っていうことで主だったところはこんな感じでしょうかね。あとパーマセルか、パーマセルなんかも一応持ってきます。はい、はい。ではここからパッキングの方に移っていきたいんですけど、ちょっとあれですね、この辺は逆に今度避けていきたいと思います。はい、よくやしょ。これだけの機材を持っているとなるとね、やっぱりキャリータイプになりますし、私キャリータイプ2つ持ってるんですけど、あれですね、ローリングバックパック、あれリュックにもなるんでいいんですけど、とてもじゃないけど、この分量は入らないそうなので、普段、大型なものを入れるエアポートセキュリティというものにね、入れていきたいと思っております。そうですね、あと言い忘れました、ごめんなさい。一応遊びでブラックミスト持っていこうかなと思っております。はい、H&Y さんのブラックミストですね。最近なんかカニフィルターさんからホワイトフィルターだっけ、ホワイトミストか、ホワイトミストなんていうのも出てますけれども、で私はブラックミスト、結構逆光がにじんでかっこいい感じになるんで、まあ気が向いたらというか心に余裕があったら使ってみたいと思います。はい、よくでしょってな感じで、だいたいこんな感じですかね。じゃあエアポートセキュリティを持ってきました。よいしょ、一応画角に入ってますよね、大丈夫ですね。はい、よいしょ。はい、まあざっとこんな感じで、なっておりますが、一回ちょっとバリバリ音が入っちゃって申し訳ないんですが、ご了承ください。一回ちょっとこの敷居を抜きまして、で、私は現場でも使うと分かっているもの、サブじゃないものに関してはもう組み立てた状態でも入れちゃいます。はい、こんな感じですかね。はい、で S3、 これハンドル入れつけたままでもギリ入りそう。この辺がねシンクタンクのいいところでね、蓋閉まりますからね、素晴らしいです。
で、あとは随時入れていかなきゃいけないんですけど、意外とね、A1 が場所取るんですよ。A1 が場所取っちゃうんです。なので、これをもう先にこう互い違いに重ねて入れちゃいます。で、さらにですね、これが皮肉なんですけど、予備で持っているこのマイク、これがいびつなんですよね。で、専用ケースとかもあるんですけど、専用ケースはもうめちゃくちゃ場所取っちゃうんで、これは一旦ですね、このマイクを外して、で、まあ何でもいいんですけど、さすがに裸で入れるのはあれなんで、巾着に入れて、はい、入れちゃって、まあどっかに後で重ねるような感じになります。で、あとはこの、これコマンダーです。こういうのはね、細かいやつ、私こういうとこ挟んじゃうんですよね。この方が動かないんで。で、あとこのメモリーカード類も挟んじゃいます。で、パーマセルも挟んじゃいますみんな挟んじゃう。で、このさっきのアトモスの忍者 V とかも、こういうところに1個隙間作っておくとね、意外と使えるんですよ。で、 GoPro とかね、こういうのもね、挟んじゃう。で、 LED も挟んじゃうみんな挟んじゃうっていう、はい、そんな感じですかね。あ、バッテリーはこれ下に入れちゃった方がいいですね。先に入れちゃった方がいい。しまっちゃって、もうこれってもうほぼほぼ立体パズルを組み立てるような感じでございますけど、パッケージ実況みたいになってますけどね。はい。で、あとはバッテリー類ですね。この辺が重量的に半端ないんですよ。半端ないんですよね。よいしょ。でも持ってがないわけにいかないんで、こんな感じで詰めます。で、これもバッテリー。これ入るかな？こっちの方がいいか。やっぱり GoPro はこうやって、忍者 V を立てましょう。立てまして、これで入るじゃん。ね。効率よくいきたいですね。で、あとは、この、フィルターなんかをこの隅に入れまして、で、 Vlog 用のこれまだ上に入りますね。ここに入れちゃうか。はい。で、ここまだ隙間があるんで、こっちにアンカーを入れちゃいます。はい、こんな感じですかね。あ、そうでした。肝心な Z9 と予備のレンズを忘れていました。これどうするかな。こっちがいいか。こっちがいいね。ちょっとリセットです。こっちにこうプロフォト A1 を入れまして、こっちに Z9 で、ここにですね、敷居を入れたいな。よいしょ。キーを入れて、上にここ段差が下に実はあるんですよね。段差があるんで、こうよいしょ、ちょっと真ん中持っていくか。こういう感じにしました。はい。で、あとはそうだな結構ね、この上に乗せるには重量が上がりすぎるので、これぐらいか、せいぜい。で、あとこの隅っことかに、やっぱ忍者 V やめるか。ちょっとファインダーの中全部見せますまでやっちゃうと、そのためにこれだけ持っていかなきゃいけなくなっちゃうんですよね。アンテナとモニターとバッテリーとってことになっちゃうんで、やめます。散々説明したけど、断念します。はい。ただこれにはですね、ケーブルはいらなくなったんですが、α7S3 のバッテリーを入れておきましたので、こちらをまとめます。こうしておくとね、私結構種類ごとにこういうポーチっていうのに分けるのが好きでっていうか、その方が何か出すときに、あれどこ行った、これどこ行ったっていうことがなくなるんですよね。なので、これもですね、もうこのアトモス用のバッテリーがいらなくなったんで、むしろこっちに入れるか。で、カメラ用の予備バッテリーはもうすべてこの赤いポーチに、外側にこれ入れるか。
あんまりね。で、外側に Z9 用のやつを1個入れて、で、内側に S3 用ですね。で、主だった機材はこれでいいか。いや、まだマイクがあったな。マイクがありましたね。マイクはここに入れるしかないね。このいびつな形がなんとかなんないかな、本当にね。逆に怖いっていう。はい、ここで入れて、このバッテリーはここに入るかな。ギリ入りました。入りました。はい。で、こんな感じで機材は見事に収めました。我ながらね、このパッキング超得意なんですよね。得意だし、好きだしっていうのはありますけれども。あとですね、これあれでした。ホワイトボード。これは木村さんにお願いするホワイトボード用のマジックと、このね、消すやつ。これを、まあ予備も含めて一式。このキットさんのやつに入れてるんですけど、これキットさんのやつは昔東京ガールズコレクションのノベルティでもらったやつを使っております。で、ここに入れると、これ綺麗に閉まるかな。ね。本当にね、シンクタンクのエアポートセキュリティは深くていい。で、閉めます。で、ホワイトボードですね。ホワイトボードはもう、この普段パソコンとかタブレットとか入れる外ポケットに入れます。はい。で、あと、実際に現場でこれも木村さんに持っていただきますけど、これら一式を入れる用のトートバッグです。これ実はマンフロット。これはね、CP プラスでだいぶ前にもらったやつを使っております。うちトートバッグだらけなんで、ね、一時ノベルティ全部トートバッグだった年ありません？で、こんな感じになっていて、あとはこのプロフォトの、クリックオクタはズボッとここに刺しまして、このまんまでいいかな。はい、で、スタンドはもう画角にかろうじて入っていると思いますけど、これはね、外側にね、刺すやつがあるんです。普段はまあ三脚とかですね、それを刺してるんですけれども、ここに刺しまして、本当にこのエアポートセキュリティは頼りになります。よいしょ、ぎゅっとここでしまって、下もちょっと絞った方がいいか。で、ギュッと締めて引っかからないようにしてあげると、こんな感じですかね。はい、結構重たいです。で、あとはですね、これロープロのショルダーなんですけど、これはもう現場で私自身が持ち歩く用です。まあ財布とかスマホとか名刺とか、あとは予備バッテリーとか、この辺にバーッと詰めて持っていく感じになりますかね。っていうところが、まあ今回の東京オートサロンの、取材準備風景。まあこれでいきますよっていう感じでございました。はい、ということで、取材準備風景をご覧いただきました。ずいぶん長い動画になってしまいましたけれども、参考になれば幸いでございます。で、冒頭の方で申し上げましたけれども、あくまでね、今回ご説明した機材っていうのは取材用、しかも3人チームで動くための機材になっておりますので、まあ、一般来場される方は、まあ、カメラなるべく少なめ、レンズも少なめの方がきっと機動力はいいかなというふうに思います。せいぜい2台ぐらいにしないと多分ヘトヘトになっちゃうと思います。で、私はですね、初日の13日金曜日プレスデーは1日おりますけれども、2日目3日目ですね、一般来場の日は行きません。はい、で、2日目の日本レースクイーン大賞に関しては増田君に行ってもらいます。で、私はその間部屋でせこせこと動画の編集とか納品の準備に向けて作業するという形で役割分担をしておりますので、まあ、そんな感じの予定にしております。で、あとはまあオートサロン、昨年はまあコロナ禍というところで、まあ、うちもですね、65人過去最低ですね、65人しか取材できませんでした。まあ、そもそも女の子がいなかったので仕方がないんですけども、まあ今年私は100人行ってほしいなって感じですかね。で、去年はやっぱり仕方がないんですけど、マスク外す外さない問題っていうのがあって、やっぱメーカーさんとしてはやっぱり女の子の健康面っていうところにも責任があるので、マスクはちょっと外せないですねっていうところと、こちらとしてはマスク外してもらわないと記事にしづらいんですよねっていうところで、まあお互いの
立場っていうのを理解しつつも、なんですけど、分かるんですけどねって言いながら、交渉するのにすごい時間がかかったという思い出がありますけれども、まあ、今年は昨年に比べるともう少し人数も増えて、そのマスク問題っていうところも、少しですね、解決してくるんじゃないかなというふうに期待はしております。はい。まあ、これはメディアのね、プレスデーと一般来場のところでまた条件が変わってくるかもしれませんけれども、一応100人をね、目処に考えております。で、当日なんですけれども、私なるべくツイッターで、現地の様子なんかも、レポートというかな、つぶやいていこうかと思っておりますので、よかったらですね、この機会にツイッターフォローしていただきたいのと、その日取材したものに関しましては、後日動画にする予定でおります。できれば皆さんのお役に立てた方がいいと思うので、来場される方に向けて土曜日のうちに編集を終わらせてアップできればいいなというふうに思っておりますが、まあ、そこも体力次第、収穫次第というところになります。よかったらこの機会にチャンネル登録をしていただければと思いますし、あとサブチャンネルもやっております。そちらの方も合わせてフォローしていただけますと大変嬉しいです。以上、ヨザでした。